ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。あら、魔理沙随分重そうなもの持っているわね。私力持ちだから、少し手伝うわよ。お、サンキュー。私にかかったら持てないものなんてないのよ。余裕だな。じゃあとある国の謎の巨石とかも持てるか？何それ、そんなの持ったことないわよ。実はこの世には世界最大で運搬不可能な大パーツと言われている巨石があるんだ。人力で運ぶには重すぎて人々がどうやってその石を運んだのか議論が続いているんだぜ。そんなに大きな巨石があるの？一体どんなものなのかめちゃくちゃ気になる。よし、じゃあ今回はその巨石の謎について話していこうか。題して、世界最大で運搬不可能な大パーツバールベックの巨石の謎だぜ。ワクワクしちゃうわ。それでは今日もゆっくりしていってね。バールベックの巨石は、中東西アジアのレバノンにある宗教都市バールベックで、世界遺産として登録されているジュピター神殿の土台として使われている3つの巨石のことだ。実はこの中東西アジアのレバノンにある宗教都市バールベックには、世界最大を誇る巨石大パーツが複数あると言われているんだぜ。ほうほう、そうなんだ。その中の遺跡の一つが、バールベックの巨石ってことね。その通り、このバールベックという言葉にはベック高原の出身という意味がある。もともとはバール神が祀られていたことに由来するんだ。後にギリシャローマ系の神々が入ってきたことで、これらの神と集合して、祭神はジュピターやヴィーナス、バッカスと呼ばれるようになった。その神たちがそれぞれ祀られているため、三つの神殿で構成されているな。うんうん、今回注目されている巨石はその三つの神殿の土台になっているってことなのか。そうだ。このバールベックはローマの統治期間中、太陽の都ヘリオポリスとして知られていた。紀元前1世紀頃から建立が始まっている。そこから紀元後4世紀にかけて歴代のローマ皇帝によって手を加えられ完成したぜ。ふむふむ。現在はさっき言った三神の神殿が現存するのみで、詳しいことなどは謎のままだがな。その中のジュピター神殿というものは紀元前1世紀頃に建立が始まった。そこから200年ほどかかって建てられたとも言われてる。これどうやって作られたんだろう。当時の技術とかも考慮して考えても謎よね。これは、もともと先住民だった古代セム族の宗教建築物を基礎としてその上に重ねて作られたそうだ。古代セム族の建築物を基礎にしたってことは、古代セム族の建築物はもっと昔からあるってこと？そう、何でも紀元前3000年頃作られたともされているようだぜ。ひゃあ、そんな昔から人類は建築物を作る技術を持っていたんだね。そのことに驚きだよ。それでこの巨石っていうのはどんなものなの？ジュピター神殿の土台として使われている巨石は、通称トリリトンと呼ばれる組石だ。意味は脅威の三石だぜ。大きさは18メートル ×4 メートル ×4 メートル、重さは650から970トン。実はこれ、建築物に使われた切石としては世界最大級なんだ。まあ確かにでかいし重そうだわ。最大級と言われても納得よ。でも切石としては、ってことは他にもっと大きなものがあるのかしら？ああ、実はこのバールベックには切石として使われていないもので世界最大規模のものもある。それは南方の石、別名ハジャルヒブラ、妊婦の石と呼ばれる。に、妊婦の石。こっちの石の大きさはどのくらいなのかな？これは 21.5 メートル ×4.2 メートル ×4.8 メートル、重さはなんと2000トンだ。でっかー。さっきのトリリトンも十分大きいけど、こっちは余裕で越してきたわね。というかこの重さ、大きすぎて正直全然想像つかないわ。これはボーイングのジャンボ機で満席にし、燃料を満タンにした時約400トンくらいなんだ。だからその5倍って感じだな。なんとも微妙な例えね。そんな巨石だが、石切り場から1キロ運ばれている。そして少なくとも10メートルは持ち上げられて他の巨石と組まれていることがわかっている。こんな大きくて重たい石、人の手で持ち上げられるわけないわよね。頑張って引きずったのかな？いや、石切り場から神殿までの道路や高台へ持ち上げる傾斜路の形跡は発見されていない。ちなみにイギリス BBC 放送で行われた実験では、マルタのコロを使い1トンの石石を1日1マイル運搬するのに、約16人必要だという試算が出ている。そのことから考えると、トリリトンは人力で1万5000人の人間が必要な計算になる。そして南方の石は3万2000人も必要になることがわかっているぜ。それだけの人間の力をまとめて石を動かすなんて、正直現実的じゃないわよね。ロープの強度の問題とかもあるだろうし。どうやって巨石を動かしたんだろう。何か私たちが知らない特別なアイテムがあったとか？いや、人力ではなく現代の最新技術を用いても巨石の運搬は不可能だぜ。世界最大のクレーン運搬装置の吊り上げ可能な重さの限度は、NASA がロケットの移動に使用しているもので700トンしかないと言われているんだ。トリリトンはともかく、南方の石なんて倍以上重いよな。うん、到底無理でしょうね。人力も最新技術も全く歯が立たないじゃない。え、じゃあどうやって運んだっていうの？普通に考えたら難しい話だ。
これぞまさに脅威の巨石オーパーツと言えるだろう。そんな中でこの巨石たちをどうやって運んだのかに関する説が様々出てきたんだ。それをいくつか紹介していくぜ。うん、それ気になる。どんなものがあったのかしら？まずは南方の石について話していこう。結論、南方の石は、もともとそこにあったのではないかと言われている。え、何それ？どうも下部が地下の岩盤に繋がったまま動かされた形跡がないんだ。そもそもこの巨石がある場所自体は石切り場だったことがわかっている。そのことからも、自然にあった場所からこの巨石は動かされていないんじゃないかと言われているんだぜ。なるほど。まさかの結論で驚いているわ。でもせっかく加工したのに、どうして動かさなかったのかな？そう、そこについては二つの説がある。一つは輸送に耐えられなかった説だぜ。どういうこと？石の表面的にブロックを切断せず輸送や使われることを意図していたと研究者の間で確信されている。しかし、とある考古学者によると、ブロックの端の質が悪く輸送中に破損する可能性があるから、輸送を断念した、と言うんだ。なるほど、輸送しようと思って加工したけど、結果的に輸送できなかったってことなのね。じゃあもう一つの説は？もう一つはローマ人に気づかれず地中に埋もれていた説だぜ。突然ローマ人が出てきたけど、ローマ人が何の関係があるの？まず、ローマ人は実用主義だ。もしこれほどの巨石に気づいたなら切り取るなり運ぶなり加工するという考えが前提だな。それなのに人工的な痕跡が全くないのは不自然だと思わないか？まあ、ローマ人がそういう人たちなら確かにそういう思考回路になってもおかしくないとは思うわ。あ、もしかしてそれでローマ人はバールベックの巨石の存在を知らなかったってこと？そう、おそらくローマ人が登場した何千年もの間、巨石は何メートルもの堆積物の下に埋められていたんだろう。彼らはすでに遠く離れた古代の神聖な場所にある巨大な石を利用したのではないかと言われているぜ。なるほどねー。でもこれだけ大きな巨石だとただ単純に加工したものの大きすぎて放置した可能性もありそうだけどね。あはは、まあな。実際、世界の石切り場ではこのように加工したものの、そのままにされている巨石は他にも存在している。だからどんな理由であれ石切り場に置いてあっても、正直そこまで不自然ではないな。うんうん。いずれにせよこの南方の石は採石場に埋まったまま、未使用の巨石でその場から動いていないのかもね。南方の石が動いていないってのは分かったけど、じゃあもう一つのトリリトンはどうなの？神殿から石切り場までは1キロくらい離れていたのよね。神殿の土台になっているってことは、少なくとも石切り場から神殿までは運んだでしょ？さっきイギリス BBC 放送で行われた実験を踏まえて、運ぶのにトリリトン1万5000人以上必要という計算結果が出たと言ったよな。うん、でもそれは現実的じゃないって話だったわよね。その通り。だがな実は、トリリトンよりも大きくて重い巨石を運んでいる実例が存在していたんだ。え、18世紀のロシアにエカチェリーナ2世という人がいた。彼女が寄贈した有名なピョートル大帝造成堂の騎士というのがある。その土台の1350トンの巨石を6キロ動かしたんだが、それはなんと人力で動かしたんだぜ。1350トンを、しかも6キロメートル。ちなみにそれはどのくらいの年月がかかったのかしら？約3年かかったそうだな。まあ時間はかかるものの、1000から2000トンレベルのものを動かせないわけではないということになるだろう。18世紀後半はイギリスで産業革命が始まった時代でもあるわよね。それが運ぶ技術と何か関係しているとかではないの？いや、その時代に生まれた新しい技術を使ったわけではない。木の反りに乗せて人力で運んでいるんだ。木の反りで3年間も。それはそれですごいと思うわ。ちなみに木製の反りによる巨石の運搬は、古代エジプトのレリーフにも書かれている。古代エジプトでは最大約1000トンの石の巨像を反りやロープ、滑車、テコなどを使って運んでいたんだ。そうなんだ。他の地域でも反りを使って運ばれていたと言われているのね。他には何か実例ってあるの？古代エジプトに証拠になりうる、とある絵画が残されているんだ。どんな絵なの？それはジェフテホテプの巨大な像を運んだ様子を描いた壁画だ。実はこの壁画、ピラミッドを作る際に、石をどうやって運んだかという謎の鍵にも大きく関わっているんだぜ。そうなんだ。こういった話を聞いていると、確かにトリリトンの巨石も運べたんじゃないかって思えてきたよ。また、当時は工事において何か人為的な問題があったとも考えにくい。ローマ帝国というのは最もクレーンを多用していた国でもあるからな。それならジュピター神殿の建造にも古代の重機が使われていた可能性は大いにありそうだね。でもクレーンって、そんな重いもの持てるのかな？現在では700トンくらいの重量を持ち上げるのが限界だと言われているな。だが世界最大のクレーンでビッケ 125DAFRD スーパークレーンというのがある。それはなんと最大で7500トンもの重さのを持ち上げることができると言われているんだぜ。な、7500トン。ま、マリサ、01個多くつけちゃった。いや、合ってるぜ。
このクレーンは、高さが170メートル、馬力が3450ホースパワーある。実は、サラブレッドが全力で加速している時は数十馬力。人間でも100メートル走などの瞬間的な最大出力では1馬力程度の力を出せるんだ。馬なら数百頭、人間なら数千人を使いタイミングを合わせて全力で引けば動かせるってわけだ。マジで。正直そこまでの力が存在するなんて思っていなかったよ。この技術を当時の人たちが知っていたなら、現実としてあり得る話だよね。でもさ、そのクレーンがすごいだけで、他の技術としてはやっぱり不可能とか、そういう話はない？実は他にも、かなり重たいものも吊り上げられるクレーンは存在している。例えば無限軌道クレーンの CC8800 の1、プインキット。これは最大3200トンまで吊り上げ可能だ。また海上での使用に限られるものの、日本のクレーン船カイトというのもあるな。これは最大吊り上げ重量限度が4100トンと言われているんだぜ。他にも、しかも日本にも存在していたなんて、陸上での運搬に関してはユニット通りと呼ばれる特殊トレーラが、最大3226トンの重さまで運搬可能だという。つまりバールベックの巨石でも十分に運べることがわかるよな。現代文明もなかなか捨てたものじゃないわね。だがこれもまだ確実な証拠を得たわけじゃないから、正直なんとも言えないという感じだ。そんな謎も、巨人族の存在を認めることで解明できると言われているんだぜ。巨人、なんともまたオカルトチックな話を持ってきたわね。まあ確かにあくまで都市伝説として扱われているが、私はこの説、ありだと思ってるので話をさせてくれ。わかったわ。最初に古代都市バールベックは宗教都市とも言ったよな。しかしそれだけでなく、バールベックは巨人族が建築したという伝説も残る都市でもあるんだ。巨人族がこの都市にいたの、何か証拠があるのかな？確信を得られるものはないが残された建築物や遺跡を詳細に見てみると、あることがわかる。それはローマというよりも古代エジプトの建造物と似通っているということだぜ。それがどうかしたの？実は古代エジプトって、人類よりはるかに巨大な人物の像が多く残されているんだ。もしかしたらこの二つの文明に残されているのは巨人族がかつて存在した証拠になるかもしれないよな。ほほう、なるほど。ちなみに古代エジプトにはハトホル神殿内の壁画というものがある。これには大小の人物らしきものが描かれているんだが、その人物をクレオパトラ7世と息子のカエサリオンと考える人が多いんだぜ。壁画に子供みたいなのが一人いるけど、これが人間で周りが巨人かもしれないってこと？その通りだ。かつて古代に存在した巨人族が巨大な石を操り、人類に神として崇められていたのでは、というわけだぜ。信じがたい話ではあるけど、確かに巨人が持ち上げるレベルの大きさだとは思うよ。他には何かそういう話ってあるの？まあそれこそピラミッドとかもそうだよな。これはあくまで都市伝説で違う説が濃厚だが、ピラミッドの建造にも巨人が関わったという話がある。まあピラミッドでも大きな石はたくさん出てくるし、人間技とはとても思えないわよね。やっぱり巨人も何か関係しているのかな。そもそもその巨人、どこから来たのよ。伝説上では空から来たなんて話があるな。なんでも巨人は宇宙からの訪問者で、彼ら異星人のなせる仕業だったとか。そんなことある？驚くのも無理はないが、高度な文明を誇ったとされる謎のシュメール文明だって、異星人に享受されたテクノロジーのおかげで繁栄を欲しいままにできたと言われているだろ。そして、何らかの理由で異星人が引き上げたことが文明滅亡の原因とされているわけだ。まあ確かに、そう言われるとこの話もジョークみたいに扱えないわね。でもこんなぶっ飛んだ話、あるのかな？確かにこれを聞いて一発で信じるのはなかなか難しいかもしれない。だが真相が明らかでない以上、この説だって他と同じくあり得るかもしれないよな。今後研究で明らかになっていくこともあるだろうし、その研究結果が待ち遠しいよ。そうだな、今はまだまだ謎多き巨石だが、いろいろなことがわかるのを楽しみにしていよう。ということで今回は世界最大で運搬不可能なオーパーツバールベックの巨石の謎について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？最初はこんな巨石、人が持てるわけないって思ったけどいろいろな技術があるんだなって思ったよ。でもやっぱり一番の謎は当時の人たちがその技術を知っていたかってことよね。そうだな、なかなか高技術なものが多いし、その辺は確かに気になるところだ。研究によって新たな情報がわかることを期待しているぜ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。